プラミスフィリアム・コイレスト・オランダ人地図学者、フレデリク・デウィットの手になる天空地図。1670年生、遁光製図、当代中国が中層地製下にあった時代に作られた製図。遁光文献の一つとして1900年に発見された。画像は北極区の図。 北総大中国の科学者、イケル賞の選書として1 9 9 2年に出版された新偽造法用に、初集の根蔵南極図、南極周りの極座標による製図が記されている。ジョン・フラムスティードの天球図譜、世界初の本格的製図とされる、ほぼ六等星まで収めている。画像は、第2版、1KPC3DCG スターマップ銀河円盤を、 立体的に捉えた21世紀初頭の製図の1、0、2次元の制限を受けない、このような製図も作られるようになった。全天型写真製図データベース。 デジタイズドスカイサーベイのデータから作成されたイータカリーナ星雲の画像。写真星図では従来の星図における表現要素がすべて写真を元にしたデジタル画像に置き換えられている。星図とは、天球上での構成、星団、星雲、銀河などといった天体の位置と明るさを平面に記した図、あるいはそれらを適当な投影法によって図示したもの。 ただ、太陽系天体は、電球上で位置を大きく変えるため、含まないのが通常。天体名や星座名の有無は問わない。他の名称については講述する。 現代日本語では、学術的にも、一般的にも、星図と呼ぶのが通例であるが、天体図、構星図という名称も見られる。星図に相当する古代の古語は見られない。同じ漢字文化圏の中国語では、星図、あるいは、天音ネ図という。古くは、五感書巻十2立歴史中に、星図の記述があり、日本では、室町時代中期の式中釈書、 色相が巻きんで、隠し決心とて製図があるぞと言及している。英語では、スターチャートというほか、スターマップ、スカイマップ、スターアトラス、アストロノミカルマップ、セレスティアルマップなど、様々な名称が用いられている。なお、いずれも、外来語化は確認できない。 古くは、静粛として、日本のキトラ古墳、中国の武藤塚古墳等、中国、朝鮮半島、日本の墳墓にも描かれていた。日本では、江戸時代までは、中国製図という製図が使われていた。ヨーロッパでも、天文学の発展に伴って様々な製図が製作されたが、芸術的な面は、次第に消えていった。天文学の発達により、 構成のカタログ化が行われており、構成の性質を編纂した製表とともに、天文学で利用され、現在でも、製図は、複数の天体の位置関係から、どの方向に、肉眼内視天体望遠鏡を向ければ、所定の構成が観測できるかを知るための地図として利用されている。天文の専門分野では、天気を撮影した写真を組み合わせた、写真製図も利用されている。 他にもパソコンで動作させて閲覧するためのアプリケーションソフトウェア化された製図も見られる製図とは古くは肉眼視できる星を一致と明るさで図示するもの現在では 実施できる太陽系外の天体などを位置と明るさで図示するものであるが、古来、製図の発達にはしばしば季節を的確に把握するための暦としての役割があった。農耕社会では季節の移り変わりで所定の農作物を栽培し始める目安として製図が有用であった。他方、海洋民族は海流や潮汐の周期的変化が季節に連動していることを古くから知っており、 仕事を滞りなく行い、あるいはまた大きな成果を上げるのには、季節の移り変わりをできるだけ正確に把握することが重要であり、製図が有用であった。古来、製図は神秘主義と強く結びつき、先生術をはじめとする占いに大いに利用されてきた。季節の移り変わりが人間社会の営みに多大な影響を与えているという実感をもとに、古代の人々をして、 ある時期の天体の配置と変化が未来の細部までもを決定しているという概念が生み出された。実際問題としては、不価値な未来をそれでも何とかして予知したいというのは人間に不変の望みであるがゆえ、星図に記された星座の位置関係から連想を含む想像力をたくましく発揮させることになった。 この方向性では、星図から派生したホロスコープによって未来を予知できると考えられるようになった。ホロスコープは、後世の天文学における星図とは違い、天体の目に見える位置関係を示したものではなく、神秘主義の観点から、その関係性を示すものになっている。コペルニクスの地動説が世に認められるようになるまでは、先生術と天文学の歩みは同じであった。 生活実感として納得できる天動説を離れ、論理的に理解するしかない地動説が、姿勢の人々に受け入れられつつあった時代、神秘主義と共にある、先生術を母体として、天文学が徐々に分化し始め、神秘主義にはない自然科学的思想をもって発達し始めた。製図は天文学においても、この学問分野の発達と連携する形で数を増やしていく。 そういった流れの中で、天体配置の記録という元来の役割を保持する、一方で、星図は個々の星々に人々が関心を寄せるきっかけにもなった。天体は、 天球の屋根に張り付いたように存在し、あるいは天球に沿って移動するものという原始以来の世界観、宇宙観を信じて疑わなかった時代や、疑いつつも捨てられなかった時代、天球の星々の配置と移動の法則を無視するように、不規則移動する一部の星々は、製図を作ろうとする観測者にとって悩ましい存在であった。 謎が解き明かされた後を生きる我々と違って、太陽系及び太陽系内の天体という概念がないのでは、それは理解しようのない事象であった。また、一年から数十年周期で観測した程度では、その周期性に気づけるものではなかった。しかし、それでも古代から連綿と続く幾世代にもわたる、観測者たちの記録によって、星図内にその運行の周期性が見出されるようになり、 それらの記録から、ニコラウス・コペルニクスや、ティコブラーエ、ガリレオ・ガリレーヨハネス・ケプラーなどの研究へと引き継がれ、その分野は、天体物理学へと発展していった。こういった製図の中には、水星など、人間の寿命より長い周期で観測される、天体現象が記録されている場合もあり、過去の製図の調査から、水星の軌道要素が割り出されたケースも多い。現在では、 天文学やアマチュア天体観測などで広く使われている。星座早見版は安価でかつ初心者にもわかりやすい。反面、天体の正確な位置や暗い天体を調べるのに適していないことから。 天体望遠鏡を扱うものは製図を用いることが多い。ありがとうございます。